第10レースから見事1着を決めました岡部聡選手です。これで4連勝となりました。今の気持ちを教えてください。そうですね、昨日まではあのマスターズっていうのベテランのレースだって、今日あの混合戦になったんでどうかと思ったけどうまくいきました。はい、そして2着になりました木村武史選手です。今の気持ちを教えてください。いやちょっと思想悪かったんで、うん、どうかなと思ったんですけど、まあ、なんとか2着いけてよかったです。はい、はい、ということで岡部選手と木村選手にはこの後レースを見ながらお話を聞いていきたいと思います。お客様はステージの画面に注目してください。まず岡部聡選手からお願いいたします。今日のスタートですけども、スタート振り返りましてはいかがでしたでしょうか。そうですね、思想では外の2人よりも思想が良かったんですけど、スタートで先行かれるんだろうなと思ってたんで、なんとか残せて、はい、思想タイム今日は 3.35、 昨日と同じ思想タイムになりました。今日の思想の手応えはどうでしょうか。ちょっとコースが乱れてしまってタイム出てなかったんですけど、もう少し出てもいいんじゃないかなという感じします。昨日と同じ走路と40度の中で走っていますけども、昨日は思想で少し滑りそうな感じもあった、タイヤを考えていくそんな話もありましたけども、今日はタイヤどうですか。はい、今日のタイヤは昨日よりも良かった。タイヤ自体は違うタイヤということになりますか。そうですね、同じ番号の違うタイヤです。エンジンの状態は振り返っていいと言ってよろしいですか。はい、タイヤも大丈夫ですか。大丈夫です。はい、何か整備の方は考えていますか。今のところは考えています。はい、そして木村選手お話をお願いいたします。今日のスタートを振り返ってはどうでしょうか。スタートは、まあ、正直昨日ほどは切れてはないですね。まあ、昨日までは思想タイム 3.33 出していましたけども、今日は 3.37、 このあたり思想の手応えからどうでしょうか。ちょっと思想からタイヤ滑っちゃって全然うまく乗れなかったですね。はい、なんとか後半ゼロ戦選手という形になりました。どんな気持ちでこの前走っているゼロ戦選手を追っていました。そうですね、まあなんとか2着までと思って、はい、走りました。でも最後の最後届きましたね。そうですね、はい、ゴールしたあと少しほっとしたんではないですか。そうですね、はい、はい、何か明日に向けて調整の方考えていますか。そうですね、まだタイヤをまず変えることですかね、うん、はい、はい、ということで頑張ってください。両選手の話を聞きました、ありがとうございました。さて木村武史選手から明日の優勝戦に向けまして意気込みをお願いいたします。そうですね、今日は、まあ、タイヤ失敗しちゃったんですけど、明日はしっかりいいタイヤつけて、優勝目指して頑張りますので応援よろしくお願いします。頑張ってください、ありがとうございました。そして岡部聡選手、明日の優勝戦に向けて意気込みをお願いいたします。4連勝なんで、もうそうですね、なかなかないことなんで完全優勝目指して頑張ります。明日も来場してください、お願いします。どうもありがとうございました。両選手明日の優勝戦頑張ってください。岡部選手と木村武史選手に皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。